車を片付けておると白石霊のカップルが横でじっと見ておる。繁殖期は春なのにもう仲がいいの。あやっちゃったごめん。大丈夫じゃ、これぐらいならエアスリーは不死鳥のようによみがえる。どうじゃ、時速75キロで爆走中じゃ。音楽古かったかの。まあそこは置いといて、ウミネコやユリカモメたちとも合流じゃ。行くぞ。ん？おや？なぜ止まっちゃったのかな。まあよい、今度はウタチの登場じゃ。顔が白くなっておるのが婚姻色の出ているオスじゃ。うわ、もう繁殖の季節に入るからの。真ん中のオス、なかなか立派なもんじゃ。海の世界は素晴らしいの。ん？また行くか。ウタチも飛び始めたぞ。おー、向こうにも群れが見えておる。これは魚のいるところへ行く証拠じゃ。後をついていけば頂点に君臨するあれがいるはずじゃ。やっぱりの、ウタチが教えてくれたのは2頭のカップルのようじゃの。お変なことしとるぞ。尾の下に頭を入れて押しておる。こんなの初めて見たが、なんと仲睦まじい。今度は何じゃ？ん？踊っておるのか？んー、どうやら餌を取っておるようじゃが、それすらもなんだか違う行動のように見えてしまうから不思議じゃの。いや、なんか泳ぎ方が今までと違うぞ。何かを誘っておるようじゃ。お、海底で二頭が一緒になったぞ。これはオスがメスを誘うのか、メスがオスを誘っているのか。おお、もう一頭。三頭での争いじゃ。二頭が寄り添い始めたの。まるで繁殖期のようじゃ。お、今度は尾の上に頭を乗せておる。前がオス、後ろがメスじゃったはずだが、今度は逆の行動じゃの。前のオスは一体、お、まさかこの白いのは
生死かもしれんの。宝石じゃ。体内ではなかったと思うのじゃが、いずれにせよ尾の下や上に頭を持っていくことがスナベリの求愛の何らかのサインかもしれんの。これはひょっとしたら大発見かもしれんぞ。全然話が違うが、さっきから聞いておる冬ソナのこの曲、以前おじいが若い頃に聞いた愛はかげろうという曲に似てるような気がするんじゃがろう。錯覚かのう。エアスリーは高額3倍じゃから近く見えてると思うとったが、だいぶ海面に近づいてたようじゃのうと、センサーが反応してしもうた。いやー、何度来てもやっぱり海は楽しいの。ユリカモメたちもエアスリーになれたようじゃ。お、何かこっちに来たぞ。あ、カズオじゃ。双子のうちの一頭のカズオじゃ。よくドローンを見つけてくれたの。ということは近くに吉男子供がやっぱりおった。もう子供がいるとわかるから、子供の姿が発見できるが、先入観でいるわけないと思っておると、これが見えから不思議じゃろう。三頭で相変わらず仲がいい。おう、子供の左側の頭になんか白い引っ掛け傷ができたようじゃの。鳥かなんかにやられたかもな。そんなについてこんでもええぞ。カズオはこっちで鳥たちと魚をとっておるようじゃ。ヨシオはどこじゃ。あ、おったおった。子供と一緒にこんなところで魚をとっておるようじゃ。岸から100メートルぐらいかの。こんな近くでイルカたちが暮らしておるんじゃの。なんとか人間のみんなにも知ってほしいもんじゃが、なかなか YouTube に上げても見てもらえんての。まあ頑張るしかないかの。これは外国でもなんでもないぞ。日本の沿岸じゃ。近寄ってきたのはヨシオ子供じゃ。頭左の白い筋が
いい目印になっておる。ドローンのことが好きなようじゃ。でもあんまり近くに来ると対岸はどんどん工事で埋め立てられておる。スナメリたちの繁殖地だった港ももう今はこのありさまじゃ。一掃してしまいたいなと思うのはおじいだけかの。おっと、電池切れでエアスリーが戻ってきたようじゃ。お聞きの通り、海はたくさんの音が混じっておるので、このぐらいのプロペラ音は聞こえないのじゃ。海の中は楽しいだけではないのかもしれんの。そういえばもう2月じゃ。ではまた次回。